パークゴルフ。パークゴルフとは、専用のクラブとボールを用いて行う、ゴルフ風のスポーツである。1983年、公園で、幅広い年代の人ができるスポーツとして、北海道十勝管内幕別町で考案される。現在日本国内2283コース、国外10カ国に64コースがあり、愛好者数は124万人いるとされる、2011年。 現在、日本パークゴルフ協会参出。発祥の地である北海道が最もコースが多く、北海道を14振興局に分けたとしても他の県より多い。道外では、北陸地方では、富山県、関東地方で、千葉県に特にパークゴルフ場が多い。東北、九州もそれなりにコースがあるが、その他の地方ではまだコースは少ない。近年では、 インターネット活用での交流も行われるようになり、2011年6月にはパークゴルフ専門 SNS のみんなのパークゴルフが設けられた。当期では、北海道では芝生を育てたビニールハウスの中や雪上にパークゴルフ場が作られ、プレーを楽しんでいる事例が出ている。また2012年冬には、空地館内歌内市に全面人工芝の室内のパークゴルフ場も、 開業した。ルールは、ほぼ、ゴルフと同じ。使われる道具は、専用のクラブ1本と、ボールとティー。ボールは、ゴルフボールよりも大きく、ゴムやシリコン製のティーは地面には刺さずに置いて、セッティングでき形をしている。コースは、ゴルフよりも短く、発祥の地である幕別の、筒子コースにのっとり、パースは18ホール66打である。 国際パークゴルフ協会の範囲内では1ホールの距離は100メートルまで9ホールで500メートル内としておりパー3から5に設定されている。ただし、檜山館内の瀬田名町北檜山区の北檜山グリーンパークには190メートルパー6のホールがあるなど例外もある。ホールカップの大きさは直径20センチメートルから21.6センチメートル中央にピン。 型が固定されている。コース料金は全体的に500円程度がほとんど高くても1500円くらい。無料のコースもある。同等方面は比較的安い料金が多い。そのためゴルフと比べ安い上予約などもいらないため手軽にプレイできるのが特徴である。貸し用具は有料でレンタルできるコースが多い。しかしコースによっては貸し用具そのものがないこともある。 コースは9ホールごとに区分するのが国際規格である。その呼び方も個性的で、ツツジ、サーモン、フー、白樺、花、夢、里、絵庭だけ、リバー、ウッドなど。ほとんどが9ホールで、スタート地点、受付のハウスなどに戻ってくる設計になっているので、空いているコースを選んで回ることもできる。プレーに要する時間は18ホールでおよそ1時間半。 36ホールで3時間ほど。北海道の有料36ホールコースの場合、18ホール、36ホール、半日、1日回り放題という料金設定が多く、会場時間、朝8時から9時が主からラウンドを始め、昼食を挟んで1日楽しむスタイルが多い。この場合36ホール3で108ホール程度、回ることも可能。がついている。 コース名は、ジャルカップ全日本選手権、パークゴルフにおける最高峰のメジャータイトルが過去に開催されたコース。東北6県はいずれもパークゴルフ場があり、中には 72H や 81H を用した大規模なパークゴルフ場もある。長らく、東京都内にはパークゴルフ場は存在しなかったが、2014年秋に初めて都内にオープンした。 中部地方のパークゴルフ場は大方、富山県にあるが、2016年8月に初めて名古屋市内にオープンした。九州にも規模の大きいパークゴルフ場も見られる。久米島には 36H、2つの T を備えたパークゴルフ場も完成している。ゴルフクラブのようにフェース面に角度がついていないため、転がしてカップを狙う方法が主であった。しかし近年では、 いろいろな技術が開発され、以下の打法乱参照、深いラフや、植栽の障害物越えなど複雑なコースレイアウトにも対応できるようになってきている。いわば初心者はパターのみで、ラウンド、上級者は4から5本のバンテクラブ、ドライバー、7番アイアン、ピッチングウェッジ、パターなどを自分の技術で使い分けているとも言える。カット打ち。 救い打ちともに、インパクト時にフェースを上向きにして球を上げるため、身体とフェースをオープンにして、クラブをアウトサイドイン、目標に対して斜めに見振るのがポイント。大会は36ホール、9ホール4コースストロークプレー、合計打数を競いより少ない順に勝ちとなるで、行われることが主。十四ホール、十二ホールの大会や男女ペアでのベストボール方式、 ティーオットのみ全員が打ち、2打目以降は、ペアのどちらかの球を選択もある。また競技として行う場合、選手の間では9ホールのパーを、すべて3打9ホールで27と考えることも、常識になっており、274コースで108なら、上位入賞圏内、優勝スコアはそこから8前後、100前後になることが多い。いかに4打まで打たず、 いかに多く2打で上がるホールを稼ぐかがポイントになる。商品は米や野菜、海産物、ジュースやビールなど生活用品が主。恋ごとに設定される、飛び賞や、大会の日付にちなんだ、ラッキー賞も多く、大会に参加しプレイヤー同士の交流を深められる、うに企画されているのもパークゴルフの精神と言えるようで、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。